こんにちは。チャッピーと始める水彩画講座第87回目。今回もよろしくお願いいたします。今回描くモチーフはこちら。秋の公園です。今回はまだ秋の始まり、紅葉が始まったばかりの頃、池や橋なんかもかかっている緑豊かな公園です。中央の主役となる木は端の方から徐々に黄色く色づき始め、奥の木々では赤く紅葉しています。時間は午後のまだ明るい時間のようですけれども、影の見え方や黄色い光の感じから、秋の日の入りの速さを感じられる余剰的な風景になっています。こうした風景を実際に描こうと思ってもね、あっという間に日が暮れて暗くなってしまうんでなかなか難しいんですけれども、今回もこの写真を使ってゆっくり描いてみたいと思います。では今回のポイントです。今回は何といっても中央の木、一本の太い幹から大きく左右に広がった枝と生い茂る葉っぱ、先端部分から徐々に黄色く色づいてきて、ところどころ隙間もあったり、光と影のコントラストなんかもとても複雑ですね。そして枝や葉っぱの影がくっきりと地面や幹に映って、この時期特有の乾いた空気感が感じられます。今回はこうしたところをうまく出せるように描いてみたいと思います。では今回もこの作品の線描きによる着彩前の下描きと、モチーフとして使ったこちらの写真、そして着彩後の完成作のプリントが下絵専門のネットショップ下絵工房カルトーネからダウンロード、または専門水彩紙にプリントされたものを入手いただけます。下の概要欄にリンクが貼ってありますので、よろしければこちらをお使いいただいて、この動画を見ながら一緒に描いてみてください。では早速描いていきましょう。今回使用している水彩紙はファブリアーのエキストラホワイト4号サイズを使っています。ではまず今回はですね、葉っぱの隙間から見えている青空の色から塗っていきましょう。面積はね、非常に小さい細かい単位が多いんでね、後からここを塗っていくのはとても大変ということで、まずはここを塗っておきます。上から入ってくる色がね、緑など濃い色が多いですからね、逆に多く塗っといてもそれほど気にならないと思います。そしてそれが乾いたら、この水色をそのまま綺麗に残したい場所ですね。あとは木の幹や枝なんかに木漏れ日が落ちている部分、こうした部分はね、それを外しながら描いていくというのはなかなか大変ですからね、最初にマスキングをしておきましょう。ではマスキング液が乾いたら、まずは一番明るい色である黄色ですね、これを画面全体を見渡しながら、この辺りとこの辺りかなというふうにね、大まかなイメージで構わないので塗っていきます。それを水を多めに塗って塗り広げるなどして濃淡をつけておきます。そして黄色が一通り終わったらオレンジ、少し濃いめの明るい色ですね。今回は緑の部分と赤い紅葉している部分がね、割とはっきり分かれていて、これが全体のこうコントラストになってますからね、大事な部分になってきますから、緑とね、オレンジが混ざるとどうしても茶色系統で濁ってしまうので、最初はある程度この辺りは赤だよというね、後で緑がね入ってこないように、まずは赤の面積を塗っておきます。それが済んだら、次は緑の方を塗っていくということですね。まずは明るい黄緑から塗っていきましょう。葉っぱをイメージさせるように、点々点と細かいタッチを打つような感じで塗っていきます。そしてこちらの池の中の島ですかね、この辺りにも明るい草が生えていたり、花がきれいに咲いていますね。この辺も明るい色を塗っておきます。そしてこの最初に塗った明るい部分を残すように取り囲むようにですね、少しずつ濃い色を重ねていきます。今回は枝のこの隙間、明るい部分、暗い部分、結構細かい単位で入ってますからね、あまり思い切って一気に塗ると全部潰れてしまいますから、最初から小さな筆ですね、
ただね、いわゆるナイロン系の筆とは違って今使っているのは日本画で使う彩色筆なんですけども、こちらの方が水の含みもいいですしね、細い表現からぐっと抑え込むことで太い表現までいろいろ幅広く使えますので、今はこのような形で彩色筆を主に使って描いていきます。どんどん濃い色を重ねていきますけれども、明るい部分を残すところは残すということがとても大事ですね。では一旦この辺りで木の幹の方にも色をのせていきましょう。ここも光が当たっている部分はね、最初は薄い黄色をのせていきます。ところどころ光が強く当たっているところはまだら状に残しながら塗っていきましょう。そして少しずつ濃い色を混ぜて濃淡を作っていきます。特に影の濃いところはもういきなり青ですね。青の濃い色、これによって光の強さも表現できますからね。枝なんかもね、かなり影になって暗いですね。あと大事なところとしてね、水彩画はやはり濃い色を一回塗ってしまうと、どうしても上から塗った色っていうのはなかなか下の色を隠すことができませんのでね、枝とかこう隙間隙間に見えてくるものは丁寧に描いていってあげないと、油絵ですとね、多少間違えても上から塗りつぶすってことができるんですけどもね、その辺は今回みたいにこうごちゃごちゃしている林であるとか、この葉っぱの複雑な感じですね、葉っぱと幹が入り組んだ感じ、こういうものはね、最初からね、慎重に描いてあげるということが必要になってきます。この木の特徴として左右に大きく広がった枝ですね、これの動きであるとかね、方向性、こうしたものがね、木の大きさだけをね、表現するわけではなくて、画面全体の広がりにもつながっていきますのでね、結構大事な要素になってきますね。では枝で使ったこの同じ青ですね、これで奥の方の木の方にもちょっと色を入れていきましょう。では左側の奥の森の方も色を塗っていきましょう。こちらはそれほどね、枝がはっきり見えてるわけではなくて、かなり葉っぱが鬱蒼としてますので、この真ん中の木やね、右側の木々に比べるとウェットインウェットで大まかに塗ることができるのでね、この辺の表現の違いなんかも意識して塗っていくといいと思います。下の水も同じですね、ウェットインウェットを使ってにじませながら、水分の多い状態で乾かないうちにどんどん濃い色をさしていきましょう。あまりこの辺はね、写真をこうきっちりと見すぎるよりは少し目を細めてみるというか、ぼんやりした状態で見てあげた方が雰囲気つかみやすいですからね。モチーフにね、近づいてこうまじまじと見るっていうのはね、もう少し後半の方でいいと思います。そして右側の端の方ですね、ここは結構暗い影になってきてますね。この木の影が落ちてきて、全体が暗くなってきます。なのでここも木の幹で使ったような同じような青で塗っていきましょう。全体に暗く潰れているところはね、塗ってしまえば大丈夫なんですけども、結構木漏れ日が見えたりね、枝の複雑な感じがね、見れるところは筆を立てて枝や細かい隙間がね、見えるような形で塗っていきます。ではもう一度木の方に戻って、さらに紫なんかも入れていきましょう。影の色にもだいぶコントラストや濃淡の違いが出てきましたね。さらに筆を細く立てて細かい表情を描いていきます。
もう一度葉っぱの方ですね、幹や茎の方がある程度色がついてきたら、またさらに葉っぱの方も同じように濃くしていきます。光の当たっている部分をね、しっかり残すってことが先ほども言いましたけども、とても大事になりますからね、大胆に塗りつつも、ここは明るいなというところはね、しっかり残していきましょう。この辺りも水多めでね、ウェットインウェットで描いてはいますけれども、細かいタッチと両方見えるような形ですね、滲んでぼやけるところ、タッチがはっきり見えるところ、これがね、いろんな形で見え隠れすることで葉っぱの複雑さが出てきますね。では奥の地面の方にも色を入れていきます。まだね、日の高い状態ですけれども、秋の光が黄色みを帯びた感じがありますので、地面にも黄色みを入れていきます。そして手前の方は赤い落ち葉ですね、最初は細かく描かずに、ここもウェットインウェットでふんわりとした感じで下地を作っておきます。で一旦乾かしてから、さらに軽く水を塗って、少し細かいタッチを入れていきましょう。この時はタッチを細かくするということと、色を若干濃くするということですね。水をまず塗ってありますので、はっきりとしすぎるということもありませんし、逆にぼやけすぎるということもありません。木の葉っぱでもやったように、にじませたりタッチを見せたりという、この中途半端というか、いろんな表情が見えるというのがとても大事になってきますね。さらに端の影の方にも色を濃く入れていきましょう。では池の方が乾いたようなので、もう一度色を重ねていきます。先ほどはね、かなり水多めでじんわりと滲んだような状態で下地を作っておきました。そしてさらに今回は、もちろん水は多めなんですけれどもね、もう少し筆のタッチ跡が残るような形で入れていきます。実際にある森や植物、こうしたものが、虚像として写っているわけですけれども、実際の実像と見比べながら少しずつ色をのせていきましょう。幹の方にもまた色を重ねていきます。明るい部分にももう一度黄色やオレンジを入れていきましょう。どうしても黄色はね、弱い色ですのでね、最初に綺麗に入れましたけれども、周りがどんどん濃くなってくるとですね、その黄色が目立たなくなってくるということがありますのでね、途中段階でさらに重ねていくということもしていきましょう。逆に暗いところはペインズグレーや紫なんかも使いながら、どん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 濃い色を重ねていきます。さらに細い筆に持ち替えて、より細かいタッチを入れていきましょう。これはね、全体に入れるわけではなくて、暗いところから明るいところにね、切り替わるような部分、こういうところにね、細かいタッチを入れていくと効果的ですね。
そして細い枝、こういうものも慎重に丁寧に描いていきましょう。大きく長い枝ですけれどもね、一気に引かずにところどころ隙間を空けながら点線を描くような感じですかね、あまり規則正しくならないように。かといって写真にね忠実に描かなければいけないということもありませんのでね、リズムよく隙間を空けたり長く描いたりというふうに木の特徴を出すようなイメージで描いていきます。左側奥の森の方にもさらに濃い色を重ねていきます。1度目よりもさらに色を濃く、少しタッチが見える状態に残しながら描いていきます。中の島の方の花も細い筆を使って花の茎や葉っぱ、そして花なんかも説明していきましょう。この辺りは背景の水の色ですね、濃い色で縁取ることで手前の形を浮かび上がらせるというね、ネガティブペインティングのやり方ですね。ではこの辺りで一度乾かしたらマスキング液を剥がしていきましょう。指の腹でゴシゴシと取っていきます。このような形でところどころねスポッとこう白が抜けたような感じになっていますね。そこにねまずは黄色から入れていきます。もちろんそのままね明るく残すところもありますけれども、形が強すぎたり面積が広すぎた場合はこのように後から補修するということがとても大事になってきますね。そしてさらに枝の方に濃い色をのせていきます。これによって枝の中にね明るい部分と暗い部分があるというだけではなくて、手前の枝奥の枝、そういう差を出すというね意味もありますからね、遠くのものはあまり濃くせず逆に手前に出張ってくるものは少し濃くするというふうなイメージで描いていくといいと思います。葉っぱにもねさらに枝と同じような濃い色をのせていきます。木はね大きく Y 字型にね広がっていますけれども、前後左右360度ねいろんな方向に広がっているわけですからね、枝だけでなく葉っぱも濃かったり薄かったりという差があることで、この立体感やね迫力なんかが出てきますね。木も少し形が分かるように説明しておきましょう。ではもう一度円形にある紅葉している木々に赤い色を挿して、緑とのコントラストをつけていきましょう。あとは水のこの辺りを濃くすることで木の明るい部分とのコントラストをつけて浮き上がらせていきます。
ではさらに地面に落ちた赤い葉っぱにもところどころ強い色を入れて抑揚をつけていきます。そして最後にもう一度枝の強調したいところに濃い色を入れて完成にしたいと思います。はい、ではこんな感じで完成です。いかがでしたでしょうか。今回は秋の公園ということで、中央に大きな木、そして奥には、池や橋、赤く紅葉した木々を描いてみました。では今回のおさらいです。今回はね、この中央の木というものが一番メインに描いてみましたけれども、生い茂った葉っぱ、少しずつね黄色く紅葉し始めている状態でしたけれども、これのね色の変化、黄色から緑、濃い緑、そして暗い影というふうにかなりのバリエーションがありました。またですね、枝や葉っぱの間から見える隙間、こういうものがね複雑に絡み合ってかなり要素の多い木となっていましたね。そして地面に落ちた影や光の様子から秋の乾いた空気感を感じられるように意識して描いてみました。やはりね、基本通り明るい色からどんどん色を重ねていくっていうのはね、いつも通りでしたけれども、かなり複雑なね色味、色合い、形してましたから、あまりね木を描いたことがないという経験の少ない方にはちょっと難しかったかもしれませんけれども、こういうものが描けるようになるとかなり上達したと言えると思いますので、ぜひ皆さんもこれを見ながら練習をしてみてください。では今回もこの作品につきましては、線描きによる着彩前の下描きとモチーフとして使ったこちらの写真、そして着彩後の完成作のプリントが下絵専門のネットショップ下絵工房カルトーネからダウンロード、または専用水彩紙にプリントされたものを入手いただけます。下の概要欄にリンクが貼ってありますので、よろしければこちらをご利用いただいて、この動画を見ながら一緒に練習してみてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、いいねボタンやチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。